俺たちゃ海賊、ほっほー。こんにちは、ツチノコです。さあ、ペーパーマリオ RPG 続きやっていきましょう。さあ、今回はマルコの船で行ってやるぜ、海賊のところ。おお、もうだいぶ行ってますね。で、仲間が前回ね、チチュリーナ増えて結構大所帯になってきました。いい天気だな。出航するにはうってつけだ。この天気のように何事もなければいいけどな。ふん、いよいよ俺も大金持ちだ。出航が待ち遠しいぜ。ボム兵のコンボピーよ、コンポビーよ。いかにも海の男って感じ。とっても豪快な人ね。力仕事も得意そう。力持ちの人がバリバリ働くのってかっこいいわね。なんかおい、やばそうなのいるんだが、ここにメガネさんって呼ばれてる人よ。トロピコアイランドまで一緒に行く仲間の一人ね。でもこの人どこかで見たような気がするんだけど、気のせいかしら。おい、はじめまして、よろしくお願いします。誰なんだあれ、おじさんは。キノピオのキノチェロよ。お兄さんと一緒にキノキノブラザーズの店をやってるわ。今度自分のお店を出すためにトロピコアイランドへ行くんですって。夢が叶えられるなんて羨ましいわね。ただ問題は、果たして無人島にお客さんが来るかってところよね。僕がお客さんになりましょうか。おもかじいっぱい掛け声の練習だよ。やっと夢が叶うのです。トロピカアイランドに自分の店を出すことになりました。小さくてもボロくてもいいんです。でも一つ心配があるんです。トロピカアイランドは無人島、お客さんいるのかな。いないだろうね、うん、無人だから。トロピカアイランドまで一緒に行く船乗りの中の一人よ。名前がないんだ。やる気がありそうな人で安心ね。実は僕のお兄さんがトロピカアイランドへ行ったっきり戻らないんです。トロピカアイランドに行くのはとても怖いけど、勇気を出して船に乗ることにしたんですよ。船乗りのキノピオよ。それにしてもなんだかこの人いつもおどおどしてるわね。いつもお兄さんのこと心配してるみたいで、それが原因かもしれない。マリオも弟のルイージにあんまり心配かけないようにね。よし、おお、こんなとこに隙間があって上に行けない。ちょ、難しいな。あー、もう上行くのむず。こっちから行くか。ほい、一緒にトロピカアイランドへ行くことになったキノピオね。ゴロツキタウンにいるのが嫌でトロピカアイランドでの生活を決心したみたい。若いうちにいろいろな経験をするのもいいかもしれないわね。私、いつか必ずこの町から出ようと思っていたの。海賊が出ようと幽霊が出ようと私は構わないわ。女の子、なんかお下げ髪。こんなゴロツキばかりの町よりはよっぽどマシよ。よし、行きましょうか。マルコ、貿易商人のマルコよ。船を何隻も持ってるみたい。このマルコン号はその中でも特にお気に入りの船なんですって。君、ちょっとだけ問題が発生したよ。なんだ。それよりこの船を見たまえ。なかなかのものだろう。これはマルコン号といって、私が持っている船の中でも特にお気に入りの船だ。この威風堂々とした姿、感動的ですらある。優雅な曲線を描くこのラインがたまらない。そうだろう君。素晴らしいのは見た目だけでもない。その性能も他の船と比べてトップクラスだ。なんといっても、え、何が問題なのかって。そうそう、忘れるところだった。実は船の操舵長がいないんだ。トロピコアイランドに行くとしてどこかへ逃げてしまったんだよ。ちなみに操舵長というのは船を操作する操舵士の中で一番偉い人のことだ。トロピコアイランドの周辺はただでさえ危険な場所だ。よほど腕利きのものでない限り操舵長は務まらない。全く困ったものだよ。マルコの若旦那、そのことですが俺に心当たりがありますぜ。なんだね、コンボピー君、行ってみたまえ。このゴロツキタウンのどこかに伝説の船乗りが住んでるって話を聞いたことあるんですわ。確か名前はバレル。なんとも気まずかしいじいさんらしいですが、どんな船でも自在に操る腕前だという話ですぜ。しかし最近彼を海で見た者はいないんですがね。決まりだ、そのバレル君をぜひともスカウトしてゲットするのだ。よし、その交渉は船長であるマリオ君に言ってもらうことにしよう。皆の者それでいいな。異議なし、賛成、大賛成ということだ。早速バレル君を連れてきてくれたまえ。頼んだぞマリオ君。へえ、バレルさんはどこにいるのかしら。マスタービーンの店で聞き込みしてみる。そういや、なんかいろんなキャラで聞いてほしいって言ってたね。あれ、でも聞くのあれだけど、あ、ここで聞けるのか。あ、違う、聞けない。こちらの方に何かありそう。本当、
はあ、なんか確か上行けそうだねこれ。それよく見るといろんな場所になんかありそうだぜ。冒険のヒントはチュチュリーナとかに変えてもなんかクリスチーヌになるっぽいです。じゃあよしでいいか。よし、マスタービーンの店行ってみよう。何、あっちへ行けってんだ。俺は今昔の声に胸を焦がしてるのさ。ウーロン街の店にいたとびきりの美人、何度もアタックかけても一度も振り向いてくれてなかったな。あの木の子さんです。バレルさん、知ってますよ。東エリアの壁を越えたすぐところにあるのが彼の家です。でも彼のことはそっとしておいてあげた方がいいと思いますがね。東エリアの壁を越えた先、先生に聞いてみましょう。この人も知ってる、親父のげんこつに似てる。これは同じこと言ってますね。ちょっと先生にまずは聞いてみよう。バレル先生知ってますか。すいません、バレル、あのじいさんならわしの家の向かって右隣に住んどるよ。なんでも昔は大層な船乗りだったというが。本当、右隣ですって。こっちってこと、ここか。どうする。え、どうしたらいい。鍵がかかってる。扉の他に入れそうなところはないかしら。家の周りとか上とか いろいろ見てみましょう。俺な、この川ぐらい簡単に飛び越えられるぜ。試してみるか。あ、本当だね、川か、これか。いや、ちょっと待って、ここ裏から行ってなんか入れたっけ。こっち側だよね。だからこれいけないよな。でも、ああ、星のかけらだった。実はさ、スネル親分に盗賊から足を洗えって言われたんだよ。地質学者もダメ、盗賊もダメ、何をやればいいんだろうな。才能ないのかな俺様は。家の周り上とかいろいろ見てみましょう。ここ家の周り、まあ、ここあれでもこっちから入れなくない。入れないね。どうやって入るんだ。船にはまだ慣れないが、あ、でも、あ、飛び越え、あ、飛び越えられねえ。くそあ、これか、こっちか、上から、あ、こういうことな。この間誰かが屋根から屋根へと華麗に飛び跳ねてるのを見たんだ。颯爽としていたね。でもひょっとしたらあれ泥棒かもしれねえな。そんでもって煙突から忍び込んだりするんだよな。やった、ヒントゲット。おお、なんかありそうだなと思ったわ。やったぜ。さあ、危ない。どうやって入る、あ、ロールかこれ。すごいね、頭を柔らかくしなきゃダメですね。おお、なんだお前たちは。どうも、すいません、船乗りのバレル？何のことだ、他当たってくれ。とぼけたってダメだぜ。あんたがバレルだってことはちゃんと聞いてんだからな。ならばわしに何の用だ。ソーダ町として船に乗ってほしいだと。悪いが他を当たってくれ。わしはもう二度と海に出ぬと誓ったんだ。そんな、頼むから引き受けてよ。トロピカアイランドまで船を運べるのはあんただけなんだよ。ダメだと言ったらダメだ。ふん。さっさと出ていけ。こっちから出ようかな。参りましたね。ちょっと一応物知りしとく。ボム兵の船乗りよ。港の人からは伝説の船乗りって呼ばれてるみたい。気難しいとは聞いてたけど、まさかここまで頑固だとは思わなかったわ。
こっちから出るとどこ行くんだ。おお、社員ありました。やっとー、行くべきでしたね。さあ他は矢探しして海の男って感じですな。わしはもう二度と海に出ん。どうする？バレル様、なぜ海に出たがれないのかしら。町の情報に詳しい人といえば先生と、あとは情報に詳しいか。どうしようマリオ、あの様子じゃ簡単に引き受けてくれそうないわ。でもどうして海に出ようとしないのかしら。どうやらその辺りの事情に詳しそうな人を探した方が良さそうね。だ、誰？先生もう一回話してみよう。バレルが海に出ないわけ？わしもそんなにあやつを知ってるわけではないからの。そういう話ならマスタービーンが詳しいんじゃないか。またマスタービーンか。バレルさんが海に出ないわけ？あなた方はバレルさんに海に戻ってもらいたいと思ってるのですか？はい。なるほど、トロピコアイランドへ行きたいのですか。確かにあの辺りの海は普通の船乗りでは無理ですからね、バレルさんでなければ。そうなんです、実はバレルさんには悲しい過去があるのです。それを聞きたいですか？はい。そうですか、ではお話ししましょう。実はバレルさんにはスカーレットという名の美しい奥様がいたのです。二人はとても愛し合っていました。バレルさんは船乗りですから長い間家を留守にすることが多かったのですが、スカーレットさんはそんな時文句一つ言わずにいつもバレルさんを待っていました。そしてバレルさんも他の女性には見向きもせずスカーレットさんだけを愛していました。しかし、そう、あれはある寒い冬のことでした。スカーレットさんが流行り病にかかってしまったのです。その時バレルさんは長い航海に出ていました。バレルさんが戻ってきた時スカーレットさんはすでに亡くなっていたのです。バレルさんは妻が死んでしまったのは自分のせいだ、病気の妻を看病できなかったのは自分が船乗りだったからだ、そんな風に考えてしまったのです。そしてその後彼は二度と海へ出なくなったのです。なんて悲しい話なのかしら。そんなわけがあったなんて。今の話を聞いてもあなたは彼に海に戻ってもらいたいですか？ごめんなさい、僕たちがちょっと軽く考えすぎてました。それならそっとしておいてあげましょう。どうする？出ろっていうの、ここで。はい、ごめんなさい、なんかそうじゃないと進まないみたいなんで。そこまで言うのであればこれをあなた方に預けましょう。これか。古い手紙をゲットだ。スカーレットが亡くなる間際に残したバレルへの手紙。これはスカーレットさんが亡くなる間際にバレルさん宛に書いた手紙です。詳しい内容は知りません。ただもしスカーレットさんが亡くなったせいでバレルさんが自分を責めるようなことがあったら、この手紙をバレルさんに渡してほしいと頼まれていたのです。しかし必死にスカーレットさんを忘れようとしているバレルさんを見ると、私はその手紙を彼に渡すことができませんでした。お願いです、育児なしの私に代わってその手紙をバレルさんに渡してください。ありがとう、確かに手紙を預かったわ。行きましょうマリオ。よし、ちょっと見てみようぜ。あ、見えない見れないや。さすがに人のを見るのはね、良くないよね。スカーレットさんからの手紙を渡しましょう。ちゃんとこれさ、変わってんのがすごいよね。これも変わったかな。ここは変わってない？あ、変わってないね。なんだ、また来たんか。何度来てもわしの気持ちは変わらんぞ。さっさと帰ってくれ。これなんだ、手紙わしへか。はい。何、スカーレット？どれどれ。スカーレット、あなたに伝えたいことがあるのでこの手紙を書くことにしました。あなたがこの手紙を読んでる時、私はすでにあなたのそばにはいないでしょう。あなたが海に出ている間に私がいなくなってしまい、きっと自分を責めていることでしょう。でも私の人生は短かったけれど、一生分の幸せをあなたからもらいました。海に出るあなたをどれだけ誇らしく思ったことでしょう。これからも海に生きて、海と共に。
これからも海に生きて海と共に。すまん、ちょっと一人にさせてくれ。ああすごい、後ろからから後ろにソーダ、ソーダなんとかソーダみたいなやつがあんの、すごいね。わしも幸せだったぞ、愛してるよスカーレット。マリオがちょっと今粋なことをしてましたね。見ないように。確か争奪地を探しているのだったな。目的地はトロピコアイランド。おいえ、ふん、こんな老いぼれでも役に立つなら好きに使ってくれ。バレル、船は港にあるのだろう。わしは一足先に船を見に行くとしようめっちゃ駆け足じゃん。やる気になってくれたかバレル。やったわ、ついにトロピコアイランドに行けるかも。ゴロツキ港へ向かいましょう。その前にこれ当選してねえかな行け1263来い。あーまた緊急キノコ当たっためっちゃ当たるやんこんなに緊急キノコもらっていいんすか。ありがとうございます。全然ねえ、全然お金払わずにゲットしてんのに。おーびっくりした、プニコ、やっほー。マリアさん元気？プニコはね、とってもとっても元気よ。ここもいろいろ変わったかも。あ、でもお兄ちゃんがおばばに怒られてばかりなのはいつも通りだし、あんまり変わってないかも。もっとプニコと一緒に遊んでほしいんだけどな。マリオさんって忙しい人？これからすごい遠くへ行っちゃったりする？誰も行ったことないとことか行きそう？あー楽しそう、羨ましい。今度暇な時でいいからプニコと遊んでね、絶対よ。プニコより可愛いね、ちょっとねちょっとあれなのかな、かまってちゃんなのかな。何かやばそうな予感もするのでセーブはしときましょう。よし、ゴー。バレルさん、おー、いるね。君ならきっとバレル君を連れてきてくれると思っていたよ。さすがマリオ君、君を船長に選んで正解だった。荷物の積み込みはすでに終わっている、準備は完璧だ。他に何もなければすぐにでも出航したいのだがどうかね。ごめん、じゃあ早く用事を済ませてきたまえ。ちょっとバレルと話したいんだよ。う、来てくれてありがとうな。この海の香り少し忘れかけてたわい。じゃあ行きますかそれだけ、はい。よし、それでは出航だ。目指すはトロピコアイランド。おお、あ、君も来るのね。おほう、晴れー、ようそろー。かっこいい音楽がいいね。早く、あ、こちらバッテンワン、こちらバッテンワン、潜入成功。バッテンブラックは船に乗り込んだ。繰り返す、バッテンブラックは船に乗り込んだ。バッテンダーがいたよ、バッテンダーが。始まりました、ステージ5、トロピコアイランドの大海賊。おお、丸が、星月バツ丸日、マルコン号は周囲の反対を押し切ってついに出航。注意、反対されてたの？知らなかったんだけど。これは無謀な航海なのか？意気地なしめ、海の男が勇気を見せてやる。くるくる回ってまた朝が来て、今日もいい風が吹いてる。白い雲と青い海が眩しい。まるで我々の航海を祝福してるかのようだ。ほうほうほほう、うちで朝泣いてる。ほうほう、航海はこれくらいに、怖いくらいに順調だ。この調子なら明日の朝には目的の島にたどり着けるだろう。絶対なんか来るでしょう。来なかった試しないけど。ドグラの矢玉にらみきかし、赤い宝石キラリ光る、バンバババババババン、お祭りだ。ヒゲの兄弟仲良し恋よし、赤ひげ3回ちりもちついた、青ひげ4回叩かれた、みんなで花火上げろ、バンバババババン。
何これ。なんだ。うん、いい調子だ。だから言っただろ、何も恐れることはないと。島はもう目の前、私には見えるぞ、財宝の山が。いい気分だ。一つ私の武勇伝でも聞かせてやろうか。何、遠慮はいらんぞ。そうだな、超大きな蛇と格闘できた時の話でも、あの時ほど身の危険を。また始まったで、感じたことはなかった。マルコの旦那の武勇伝、それはもう本当に大きな。あの話昨日も聞いたぜ。化け物がこう今にも私を、なんだっけ、あ、そうそう。あの時ほど身の危険を、感じたことは、なかった。それはもう本当に大きな化け物がこう今にも私を、なんだっけ、ちょ、猛録した政治家みたいじゃないか。逃げる場所がないことだし、我慢して聞くしかありませんよ。お花たちの途中で邪魔するとマルコちゃん怒っちゃうし。マルコちゃんって言っちゃった。で、あれ、どうしたんだろう、船が止まりそうですよ。マルコの旦那、ちょっといいですかい。船が止まったようですぜ。あの時、は止まった。船を動かすのが君たちの仕事でしょ、早く解決したまえ。船自体に異常はない。わしの腕は錆びたわけじゃないぞ。すぐに調べますのでしばしお待ちよ。よいしょ。どうなってんだ。ん、なんでなんでなんで止まるんだい。ん、うるさいな、今調べ中です。もうちょっと待ってくだせえや。ん、あれ、誰もいない。なんだ。ん、なんだよ、うるせえな、こっちとら仕事中ですぜ。うるせえと言ってるだろ。うわあ。かわいい。バターになっちゃうよ。出て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 出た。うるさい、何が出たって、騒がしいったらありゃしない。え、なんだ。やっぱり出た、海賊王の怨念。噂は本当だったんだ。ドド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 ドあなた本当に海賊王の。いやー、お助け。みんな落ち着くんだ。落ち着け。おお、ちょっとバレルが、バレル君すいません、皆さん慌てて騒がず、急がせずに。おお、あれー、うわー、みんな一人ずつ落としてってる。脱出脱出、皆さん自分の命は自分で守ってくださいね。あー、沈没しちゃった。やば、想像よりひどいことになってますな。気がつくと島に漂着していた。この島が目的のトロピコアイランドだったのは不幸中の幸いなのか。だがバレル君をはじめとする3人の行方がわからない。もしや海賊王の怨念に。これから一体どうなってしまうのだろう。絶望が頭をよぎる。我々はようやく落ち着きを取り戻した。打ち上げられたものを拾い集めた。塩味のチーズ、塩味のジャガイモ、塩味のパンなどなど。塩味ってただの、あの海水に浸かっただけじゃないの。思いのほか多くのものが打ち上げられていた。これならしばらくは生きていけそうだ。船の残骸を集め小屋を作ることにした。これで雨や風をしのげる。バレル君たちの行方は未だにわからない。どこかで生き延びていることを願うばかりだ。トロピコアイランドに流れ着いてから3日が過ぎて、どうにか小屋が完成した。再びゴロツキタウンに戻れることを信じて島での生活を始めた。どうなっちゃった。もう全然覚えてねえ僕は話。え、ヒゲ船長、
汚え小屋ですが、なんとなく完成しやすさぜ。こっちに見に来てくだぜ。こんなとこ打ち上がったのか。なんかありそうだが、ちょっとクリスチーヌに話を聞きつつ、小屋が完成したみたい。見に行きましょう。この裏とか怪しくない？怪しくないか。なんか向こうも気になるが、多分行くことになるだろうね、後々。おお、結構すごいじゃん。しっかりとした小屋になってる。ヒゲ船長、マルコさんとコンポピーさんが大変です。どうしたの？いつも偉そうにしてる君がこの島のお化けにビビってるとはどういうことかね。何言ってやがんで。お前だってビビってたじゃねえか。ちょっと待った、今君、今このマルコ様をお前と言ったな。お前なんか、お前だ、お前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 、まままままか、この爆弾野郎、こっちへ来い、決闘だ。やったろうじゃねえか。お前の高慢ちきな鼻をバキバキ変しとってやる。ちゃんとお茶沸かしてる。出たまた出たの？ヒゲ船長、またお化けたちがうようよ出てきてんだよ。あ、ほんとだ、すごいじゃん。マリオくん、命令だ、お化けたちを追い払ってくれ。あ、僕？おお、普通に触れなさそうだよな。幼稚園児が描いたお絵描きみたいな、あのあれですね、荷物ですね。さあ、これは一体どうやって対決したらいいんだ。一応物知りで見てみましょう。どれどれ、はい、エルモスよ。青白い炎が不気味な人玉お化けよ。最大 HP は8、攻撃力は3ね。炎の敵だからうっかり触るとダメージを受けてしまうわ。もしも炎で攻撃したら大変なことになりそうね。でも氷は爆発の攻撃には弱いみたい。あと攻撃を受けると火がついてしまうことがあるから、うまくガードでかわしてね。なるほど、じゃあハンマーで、ハンマーで攻撃、え、ハンマーで攻撃できる敵がいない。ああ、でも攻撃は一応当たるね、よかった。怖っ、危ねえ。結構ため攻撃なんだな。何これ、え、火ついちゃった。結構しんどい、強いな。大丈夫、ここはもう仲間チェンジで、え、チュチュリーナだ、いや、ビンタだから確かダメ。これもパンチでしょ。クラウダもダメだから、え、ちょっと待って、飲み込みも多分ダメでしょ。あれ、これきついな。のこ、え、ノコ太郎もダメじゃない。え、どうしよう、あれ全部ダメじゃね。あれ全部ダメの予感。中泥棒、防御力を無視した敵をビンタで攻撃。いや、絶対触ったらあかんよな。待て待て、炎で、いや、炎で敵攻撃したら絶対ダメでしょ。え、むず、ちょっと待って、誰と誰を出したらいいのかマジでわからない。クラウダもプレ、ムチムチプレスだよね。敵を吹き飛ばす、これはなかなか厳しいですぞこれ。じゃあちょっと、こっちスペシャル技で、でっかくどっかん、囲んでポンって、なんだ、すべての敵にダメージ、え、いいじゃん、これか。スターを動かして敵を何度も囲め、できるかな。あ、いいぞ。いいぞ、もう一回頑張れ、よし。面白、もっと、もっといける、やったー、いや、強っ。ちょっと待って、これ敵強えぞ。やるじゃねえか、ヒゲの船長。安心するのはまだ早い。
きっと奴らはこの島の中をうようよしてるのに違いないのだ。だが島がどうなっているのか誰かが調査する必要がある。まずはリーダーである私はここに残るとして。そうだマリオ君、島の調査は君が任せてくれないかね。ごめんなさい。だがここでバカンスを満喫してるわけにもいかん。誰かがやらねばならん。ならばここはフェアに決めようじゃないか。では諸君、マリオ君とその仲間たちが島の調査に向かう。この意見に賛成の人は手を挙げてもらう。いきなーし、頑張れ。最悪、多数決という名の暴挙。みんなが期待してるんだ。頼んだぞマリオ君。はぁはぁ、ひでえな本当に。島の奥の方はヤバそうな雰囲気がプンプン漂ってるけど頑張るよヒゲの船長。はあ、僕たち一体これから一体どうなっちゃうんだろうな。何か見つかりましたか？俺っちも応援してますぜ。そう、どうだね、島の調査は順調かね。私も応援してるからな。島を調査してみましょう。とりあえず行けるところまで行ってみる。これバトルの人だよね。これ買い物は？おお、ちゃんと一応返そう。なんこれ、あっち行け獅子って。あっち行け獅子覚えてるけど、こんなクッパの顔だったっけ。ファイアフラワーはやばそうだよね。氷の息吹がもしかしていいのかな。ちょっと一個だけなんか持ってたっけ。あ、でも全ての敵3のダメージだからちょっとあんま良くないよな。緊急キノコがあるから緊急キノコをちょっと預けますか。でも預けがもうあれだね。でここで眠れる。お金取るのかなやっぱり。あ、かわいい。ここは見た目が悪いけど真心で勝負のシーサイドホテルです。お金取んのかよクソ。またどうぞ。まあ端っこ行ってみる。うわ結構いる。よし、なんか新しい敵が結構いるから。はい、こやつは、お、ビリビリになった。踏んで大丈夫だよねこれ。いや、ちょっと怖いから一旦ハンマーで対決するか。眠れになったら嫌だから、まずこいつをちゃんと倒してから物知りしよう。こいつはトゲではなかった気がするんだが。グリーンチョロボンよ、見てもわかると思うけど緑色のチョロボンね。最大 HP では5で、攻撃力は3、防御力0。普通のチョロボンと同じで私たちの HP を吸い取っては自分の HP を回復するの。ブルブル、あの感触結構気持ち悪いのよね。それとも慣れたら癖になるのかしら。チョロボンと違うのは時々分裂して仲間を増やすっていうこと。なるべくさっさと倒しましょう。お、なんだなんだ。おお、本当に分裂しやがった。普通に踏んだら倒せるんじゃね。あ、そんなことねえわ。ちゃんと、あ、HP だから欲しい。はいはいはい、よし。クリスチーノがねちょっとやられてたんで、スターの方が欲しいかな。でも今スター使っちゃったばっかりだから。3確かダメージ与えるはず。ほらいいね。分裂するか。またいいぞ分裂しても。あ、悲しい顔してた。ちょっと面白いね。よし、はい、オッケー。これなかなか探索は、おーおーおー、星のかけらがあったぜ。やったね。木もちゃんと叩くよ。ほらなんか落ちてた。トロピコマンゴー、コンラン殴り。なんかすげえ高いとこにあるね。お、なんかやばそうな、やばそうな色してんのか。おい、何このフラワー。キモー。ポイズンパックンよ、毒を持ったパックンフラワーね。色がちょっと微妙な感じ。最大 HP は8、攻撃力は3、防御力0よ。噛みつき攻撃と毒の息が得意技みたい。毒の状態になるとなってしまうとどんどん HP が減ってしまうわよ。これは嫌だね。来るぞ。いやーマジかー、ガードしたかったんだけどできなかった。これはちょっとまた触っちゃ、ジャンプしちゃいけないから、仲間チェンジ誰にしよう。ビンタいけるかな、これ上からじゃないからビンタいけるのでは。
ほら、どう？パンパン。よし、シチリーナのスターあげればよかったな。来るぞ来るぞ。むず。よし、オッケー。もうすぐレベル上がりそう。なんか煙が出てきたけど大丈夫？魔法の炎、すごっ。ちょっとやってみる。はい、あ、やべ、強かったけどちゃんと早めにボタンを押さなきゃいけないの気づいてなかった。強いけどだいぶ使っちゃった。でももうすぐレベルアップするから、まあ、気にしなくていいかも。次だから、スペシャルぶっぱしたらいいんだ。ちょっと待って、困った時はいろんなところをよく見るのよ。例えば壁とかね。これなんかむずいねこれ。えこれどうしたらいいのこれ。吹いてみる。違う。え、これむずくない？さすがに届かんやろ。おお、ああ、普通のマリオ要素あったわ。光明の罠、光明の罠がありました。全然光明の罠じゃないけどね。でこれでこうな。はい、おお、びっくりした。え、どこに星のかけらあったの。びっくりするわ、ドキって。こっちから、ん、こっちからでいいんだよね。端っこだと大丈夫。よし、オッケー、いけた。イエイ。なんこれ。ああ、簡単にいけるようになったと。ふむ、え、これどこ、こうでいいの。やったー、はい、チャインゲット。はい、まだあるやん。よし、囲んでポン楽しいから囲んでポン練習するぞ。囲んでポン強いね。よいしょ、あともう一回、トン。さらに何回できるかな。あー、4回ぐらいか。だから12はダメージ与えられるね。よし、レベルアップ。もちろんバッチにします。どんだけバッチやるんだっていうね、ぐらいバッチ、バッチ大好きなんで僕。はい、バッチはつけないと、つけてこそのバッチです。よーし、満タン、ガッツ満タンになりました。やったね。うーし、雷ドッカンも手に入れた。じゃあちょっと待って、間違えた。バッチにしましょうかね。パワープラス、うし、強いぞ。やっぱりね、パワーは大事。なんだ、くそー、このお化けどもめ。おお、そこにいるのはマリオか。お前も無事だったか。ちょうど良いところへ来たわ。この二人を連れて逃げてくれ。え、パレルさん一体何をするつもりです。ここはわしに任せてその隙に逃げるんだ。これは命令だ。死ぬのはこの老いぼれだけで十分。さっさと行くのだ。いや、パレルさんもああ言ってくれてます。一旦ここは離れましょう。はい、いいのに、戦うのに。ごめんなさいバレルさん、でも僕だから、ごめんなさい。ああ、言ってしまいましたね。すいません、私もさっさと逃げさせてもらいます。ところで画面を見てる君、おい、またなんか来たぞ。すでに私の正体はバレバレだと思うが、マリオには内緒だぞ。なん か角がペラペラになってますけど大丈夫です。だから画面を見ている決まって、一体誰なんだ。ということは全部今の聞かれてるってことじゃん。
助けに来たよ。おお、びっくりした。宿泊券ありました、こんなとこに。あれ、これ下も行けるんじゃない。お、あれ、なんかいなくなってるいなくなってるが、あら何これ。やったー、ヤシの実ゲット、もっとゲット。なんかいろいろもらえちゃいましたね。カチカチコーラ捨てるか、買えるやつだからごめんな、誰の亀の甲羅か知らないけど。でまた社員やるやん、すごっ。そう、ここ下の雪やコンコンも欲しいしな、悩ましいね。うーん、伝説の船乗りと呼ばれたこのわしももはやこれまでか。マジ助けるか。伝説の船乗りか、ごめんな、ちょっとバレル待ってて。なんか出たけど、これ仕返しの粉。ちょっとむずいね。どれ、眠れよい、いや眠れよい子よとか、普通にここで使いたいな。宿泊券捨てるか。 10コインと同等。おい、ちょっとアイテム使っちゃいますか。よし、こいや。いや、囲んでポンでいいや。囲んでポンで一発でしょこれ。はーいよー、行くわよー。え、なんでなんで、嘘。あぶねー、よかった間に合った。ドカーンってなっちゃった。よし、大丈夫バレル。おお、おお、マリオか。うっ、ほっ、どうやら奴らからのダメージが大きかったようだ。マリオよ、最後に一つだけ言わせてくれ。このわしを再び海に連れ出してくれてありがとう。だが心残りは船に置いてきたあのボトル、ヴィンテージレッド。この島にたどり着くことができたら飲もうと決めていたスカーレットとの思い出の一杯なのだ。確かわしらと一緒に流されてくるのを見たから、この島のどこかにあるはず。あの世に行く前に一口だけでも飲みた。ブーブーブー、ヴィンテージレッド、どっかにあるんだねきっと。これかな、宿泊券だけど。これでも、どこにあるんだ。ヴィンテージレッドを探せか。バレルさんのためにヴィンテージレッドを探しましょう。あれ、なんかヤシの実すぐに復活するんだね、あそこの。パワープラスで一発で5を与えるようになりましたね、強くなった。いいぞ。ふう、大変だった。はい、ということで、じゃあ今回ここら辺で終わっときましょうか。次回はヴィンテージレッドを探す旅っていう感じかな。バレルは多分仲間になるよね。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。